こんにちは、モーリー・オールカマーという名前でやってます。1曲目、君にとって僕にとって。別にわだかまりはないんだ。でも自分は自分でしかないから、立ち止まったりうつむいたりもして、そんな時でもただ腹は減るよね。寒く凍える真冬の夜、または炎天下の真夏の午後、今でも構わない、いつでも変わらない。そうだ、この前見つけた店に行ってみようか。おやさん、ラーメン一杯お願いします。あったかいラーメンを食べてもいっちょ行きますか。
だわりなんかないんだ。何から食べ始めたって自由なんだし、熱いスープをすするのでも、いきなり麺から口に運ぶのでも、醤油、味噌、塩、豚骨、その他にも変わり種を見かけたりもする。まあ何でもいいや、とにかく食おうや、余計なことなど考えるだけ無駄さ。おやっさん、ラーメン一杯お願いします。あったかいラーメンを食べてもう一丁いきますか。夢は見るものじゃない、叶えるもの、それはうまくやれたあいつらの言い草だろう。暗いニュースなんか聞きたくないね、せめて楽しげな夢でも見られたらいいんだけどな。塩分や栄養を気にする人がいる、汁はねが気に触る人もいる。それがどうした、俺は好きさ、好きなものを食べて好きな場所にいたい。世知辛い時代になってきた、批判や排除の言葉があふれかえってる。だからどうした、俺は俺さ、好きなように生きて好きなように死にたい。おやっさん、ラーメン一杯お願いします。あったかいラーメンを食べてもう一丁。おやっさん、ラーメン一杯「あったかいラーメンを食べてもう一丁」「もう少しもっともっと行ってみましょうか」以上です。どうでしょうか。ありがとうございます。